化粧と全開封のギー。そう、最近なんかね、この夜になると細かい文字が見えなくなってくるっていう、こちらはですね、ドールマーケティング部キャンペーン商品、シリコン製パイン保存容器。なんだよ。あ、そういえばなんかパイン買ったな。でも一回だけしか買ってないんだけど。バナナかなと思ったの、ドールって書いてあったから。でもパイン保存容器って書いてある。パインってさ、買ったのかなり前なような気がするんですけど。で、後にも先にも1枚だけで当たってるっていうことは間違いないんですが、ウェブで応募できるんだよね、ドールって。なんだろう。どこのスーパーだったかな。ドールのパイナップル買ったところどこだったっけな。もう覚えてない。申し訳ない。大体覚えてんだけど、マニアックすぎるよ、これ。パイナップルどこで買ったかな。書いてあるかな、どこで買ったかっていう。ちょっと、文字が小さすぎんだよ、これ。ちょっと。いや、普段全然ね、メガネなんかかけなくても文字読めるんだけど、それをかけてると、まあ、頭がクラクラするっていう、文字を見るときのみ必要になるっていうね、そういう状況になるんですわ。不思議なんですけど。で、あの、なんかさ、このなんか、メガネみたいなのあるじゃん。あれって、度数をどんどん自分甘やかしていくと、どんどんなんか上に上がっていくだけなんだって。なんかある程度のところで、ちょっと見にくいけど自分の自助努力をしとかないと、どんどんダメになるんじゃないかなって。で、あと、ちびすけも、毎年視力検査でさ、引っかかってさ、眼科に行けって言われてんだけど、明らかにあいつ見えてるんだよね。私がほら、あの、スイミングとかだとギャラリーみたいなところでさ、手振るとかなり遠いのにさ、手振ってるからさ、あいつ、わかるんだこんなところでって、しかも来るとか言ってないのに、みたいな。だから、絶対これでさ、メガネなんて言って、なんか言われるがままにメガネにすると、もうずーっとメガネになるじゃんって。よくはならないでしょう、みたいな感じで、ずーっとなんかそれで、お茶を濁してきつつ、メガネかけないで生きてますよ。全然大丈夫だよ。見えなかったら本当になんか自分、何なんだろう。でもなんかまあ今、メガネ率高いよね。あの、授業参観とかに行くと。はい。で、こちらは、だからこれメガネに頼るか頼らないか。大事だよ。はい。ドール商品、あ、でもメガネもあれも何もね、結構遺伝の部分あるからさ、私が目が悪くない、買った人なので、メガネの人の気持ちあんまよくわかってないから、でもなんかコンタクト怖えよなっていうのはなんか共通の認識。目も遺伝なんだよ。で、遺伝子っていうのは、あの、もうね、いい遺伝子を、なんかいきなりなんかこう引き継ぐっていうことよりも、劣等遺伝子をいっぱいなんか引き継ぐから、本当にクソだよ。自分のいいところ、ここですよみたいなところはなかなか似ないんだよ。だってさ、ちょっとピアノさ、やっとかない？嫌だ！ピアノは嫌だ。いやー、なんかさ、なんか、なんか、ピアノが弾けたらいいなとか思わない。やだ。だもんな。いや、ピアノができなかったらバイオリンなんか無理だし、ピアノができなかったら第二楽器無理でしょう。英語とかを、ワールドワイドに活躍、やだ。で、なんかあの、すごいさ、もうね、あの、子供の中で、もう小学校2年生ぐらいで、英検とかの結構いいやつ取ってる人とかいるんだよ。英検1級ぐらいはもう、小学校5年ぐらいで英検準1級取ったっていう、これで、あ、すごいぐらいの感じだもんね。私中学の時に英検1級
撮った。なんか、撮った。英検1級は、リスニングって政治経済のネタが出てきて、その時のなんか時事ネタみたいなやつ、ニュースのやつが出た記憶がございます。その時の首相誰って言うと、年齢がバレるから言わないですけど、撮ったのも中学ぐらいの時で、じゃあ、それ今できますかって言ったら、今聞けも、リスニングも、なんかね、全然ダメ。全てが劣ってきてるよ。もう最近検証でミスることが多すぎて、もうこのスーパーは、もうこの期間こう一回しか行く気がないのに、もう漏れなく 2days だからさ、疲れちゃって、うぜちびすけに、なんか最近ミス多いよね、とかして、だからお前がいるんじゃないか、とかして言ったんだけどさ、なんか一回でなんか、すまないよね、みたいな。だから 2days になっちゃうんだよ、マジに。今は、今夢中になってるのは東急ストアに行ってるんでございますが、まあ近場の東急ストアで、まあね、なんとか、なんとかって感じなんだけど、2days とかね、買い物にね、そんなに行ってもさ、量がさ、ご利用は計画的にだからさ、なんかたまたま YouTube の次の、なんか、なんだろう、自動再生かなんかでさ、勝手にさ、なんか、ニュースでエブリーかなんか、勝手になんかあの、多分ニュースエブリーの特集のやつだと思うんですけど、日本のなんとかの節約母さんの財布の事情みたいなやつ、あれが流れてきてて、なんかさ、すごい、買う買い物が1500円どやとかってやって、ハンバーグにピーマンの肉詰めをどやって、なんか週一回は、おじいちゃんとおばあちゃんと、子供ら5人ぐらいなんか引き連れて行ってさ、6000円ぐらいの外食して、どやとかやってたの。いや、絶対もう、絶対真似できねえわ、みたいな。いや、なんか、買わないで、いかに買わないで、今月の、なんか、なんだろう、生活費で、預かった金が、なんだいぶ忘れてきたな。さっき見たばっかりなのに。5万を予定してたのが、で4万余っただかな。4万余った。4万余ったら5万じゃ、あれだろう。毎月4万ぐらいずつ貯金できるんだって。どうやとか言って言ってたけどさ。いや、そこすごいケチするのもいいんだけどさ。年収上げることに努力しろよ、みたいな。間違った努力はダメだよ。なんか最近さ、ちょっとあの、生活保護の人がさ、配信とかやってさ、荒稼ぎしてるって、それも単純に生活保護のさ、ちゃんと申告しないと不正受給とかになってさ、打ち切りとかになったらさ、それ以上ずっと継続して大丈夫なんですかみたいな稼ぎ方は良くないにしてもですね、若干の努力をしてですね、年収を上げた方が楽なんじゃないのっていう考えなんですが、なかなか子供がいると働けないよって、そうかもしれないんだけど、いろんなことでさ、労働っていうのはできるもんなんで、できるんですかって、できるもんだと思うよ。いや、若い時はもう自分で仕事とか、ね、起業してなんとかっていうのは無理だから、単純に。働いて、時間お金に変えるみたいな感じになるかもしれないけれども、まあ、アルバイトとかね、やって。で、なんか、他の人と、それでも、なんか無駄に時間を売ってるだけのアルバイトだったら無駄なんだけど、いや、それを取り返すために、あんま寝ない、でも寝ないのが美とかそういうわけでもないんだけど、若い時は割と体力があるんで、寝なくてもなんとかなるとか、食わなくてもなんとかなるとかっていう経験とかを積んでると、まあまあ、あの貧乏体験みたいなやつ、苦労は、意外と今生きてるか。あと、食べ物を無駄にしないとか、なんかすぐね、食べ物捨てるとか、そういうことをやってると、後から食べ物に困るよって。食べ物に関しては結構厳しく、怒られた方なんで、なんか、あ、これ嫌いみたいな感じでさ、なんか、食べないで、ちょっと捨てようとしたりとかすると、すっごい怒られたんで、食べ物は大事にしないといけないとかっていう、
ベーシックな部分を守りつつ、よくでもいろんなことで、基本的なことは親の言うことを守ってたんですけど、全然守ってない部分は守ってねえなっていう、そういう人生でございます、ございましたがっていうんです。まあ明日死ぬとか、そういうわけではないんですけれども、なんかあの節約のやつ、これ無理だわって思ったよ、マジに。いやだ、こんなさ、東京とかじゃ、もう、買い物に行くのが苦になってるもんだって、もう、失敗しちゃってさ、レシートしくじっちゃって、498円だよ。498円でさ、もう欲しくもない。もう、私、あの、サービスカウンターに行って、欲しくもないのに498円で中途半端に買っちゃって、すごい、もう、なんとかしていただきたいんですよって言ったら、ダメって言われて結構。で、あの、東急でね、この店舗とかちゃんと、あの、言えばちゃんとやってくれるのになんでみたいな感じで言ったら、インボイスがどうのこうのとかって言ってきて、いや、もう店によって対応が違うのは確かにそうなんでしょうけど、こちらとしても、あの、めったに行かない、ね、ところで、このクリスマスケーキ検証があるからこそ、行くみたいな、まあ、近いことは近いんだけどめったに行かないみたいな、利便性がいまいち、あの早く終わる東急とかさ、なんかなあんま行かないわけですよ。いや、あの値段とかよりもやっぱ便利か便利じゃないか、あんまりなんか無駄な努力で10円安い店に行くためにガソリン代をさちょっと使っていくとか、そういうのはナンセンスだと思ってるんで、ここの東急は割と高いなと思っても、まあ、いいや、もうめんどくせえみたいな感じで買うんだよ。買っちゃうんですよ。高とか思っても買うんですよ。次なんかその商品買おうかなと思った時に、安って思うこともあるわけじゃん。たまに、東急は大体高いんですが、たまに、一押しキムチみたいなやつが、ね、なんか最高値、258円で売ってた店あったよ。で、東急178円だったの。安って思ったもん。あ、東急が安っていう店ってあるんだとかして。大体のものは東急が高いんで、どの店行っても感動を覚えるんだけど、東急が安いっていうのもあるんだ、みたいな感じで思ったよ。うん。いや、なんかね、いつも買ってるさ、V マークのゴミ袋とかがもう400円台になってんだよ。いや、高とか思ったけどさ、めんどくさいじゃん、もう、そんなの。その時に買おうって思った時に買わないと、不自由な思いをするんで、あーって思うじゃん。いや、そんなね、いや、ドラッグストアに行って、あの、5% の券だの、優待だの、ポイントだの、併用だの、お米券だの、なんてやってたらね、もうね、めんどくさい。もうその100円のためにそこまで努力したくないんだよ。うん。チラシはすごい見るんですけど、数字は覚えた方がいいと思ってボケ防止に覚えてるけど、別にその数字に踊らされることはしないんで、だって半額なんてさ、それは理想的にいいものが半額だったらいいけど、良くないもの半額で2個買ったって意味ないじゃんみたいな、なんか間違った節約は間違いですよっていうことをね、冷静にこう、受け止めていきたいかなと。で、でも私が食べなくなった分、ちびすけが食べるようになってきたんで、でもな、大体数の人数が少ないもん。もうだって、うちのちびすけの同級生で、お子さん4人とか5人とかさ、いる人とかに比べたら、全然イージーモードだよ。一人しかいないんだもん。いや、3人とかも結構、男3人とか結構大変みたいな感じだと思うけどさ、小食だしさ、うち、毎日食べないじゃん、あんまり。うん。なんか戦力外なんだよ。だから、あんまり、無駄買いのしようがないっていう感じ。だからちょっと、あの、買い物に行かない日を作らないと、本来だったら毎日行って、毎日東急で、一個なんか買って、対象商品の安いの買ってとか思ってるんだけど、今ちょっとマジに、あの、乳製品のあの飲料あるんじゃん、ちっこいやつ。あれもね、今あの、結構ご利用は計画的にね、みたいな感じで、ちょっとストップかけとかないと、賞味期限内に消費できなくなるんだよ。まあ、買ってる時は楽しかったんですけど、だって今ストップかけない、ちょっとやべえなっ
と思って。うん。まあ、東京の場合は、まあ、そうね、350円ぐらい好きなもの買って、V マーク1個買って、V マークのお茶ね、緑茶。はい、案外なんか薄くて、味、お茶の味が薄くて、ペットボトルが硬いから、結構いいですよ。ペコペコのペットボトルだと、結構ちょっと緩く締めちゃったりとかするときに、ちょっと斜めっただけで、ドバーってなんかね、水害に合うんで、カバンの中ね。でも、硬いね、ペットボトル。まあ、ゴミのとか、エコとか、SDGs とか、いろいろそういう分野で考えると、容器は非常に良くないとは思うんですが、まあ、検証としてはですね、68円ぐらいでペットボトル1個 V マークを買って、V マーク1500円で、ウェブから応募できて、まあ、500円でね、レシート3つ作れば、クリスマスケーキ3つ作って小分けに応募して、3つで1つ V マークを応募すれば2個応募できる。で、最近は、東急はですね、いろんな検証がございましてですね、だから、酒と惣菜と、で、1000円超えたら応募できるやつとか、みつかんの鍋のやつ、ゆずぽんとか、あと鍋の元のやつを買ったりとか、と、まあ、キューピーとか、キューピーはね、レシート番号を書かなきゃいけなくて、一つのレシートで500円以上とかっていう、なんかちょっとめんどくせえから、そこまで別に欲しいものはないぞと、じゃがいもとかさ、あ、でもじゃがいも今日食べてみたんです。カルビー大収穫祭のじゃがいもを。まあ、この時期一発目で来るじゃがいもは非常に自分の中でもありがたくてですね、ちょっと食べてみたんです。ミネストローネじゃなくて、クラムチャウダーを作ったんですよ。クラムチャウダーでね。食べてみましたら、もう牛乳とかもさ、ちょっとアウトになりかけてるやつで、クラムチャウダー、結構簡単ですよ。玉ねぎをみじん切りにしたやつと、まあ、シーフードなんてものはですね、ちょっと安くなった時に買って冷凍しとけばいいだけなんで、エビとか、タコとか、たこ焼きしようかな、みたいな感じでタコ買ってきてたりとか、したやつとかを入れて、もう、なんか、一応、エビあるだけで結構クラムチャウダーの味になるかな。まあ、本来だったら、アサリとかあったらいいんでしょうけど、そこまではまあ、ちょっと本格的なやつじゃなくて、牛乳を消費したいっていうだけで作ったので、あと、ホタテの貝柱。貝柱じゃなくて、ホタテ。なんかしらホタテってなんか、あんじゃ冷凍のホタテみたいなやつ。あれとか入れるだけで結構なんか、クラムチャウダーみたいな味になってるわ、みたいな。あと、コンソメみたいなやつ。うちは大沢の、ブイヨンってやつを使ってるんですけど、細粒のやつ。粉のやつ。あれで結構、まあ、もう、あれに白ワインとか入れると割と美味しい。本格的な味だますぐらいな感じになるやつにジャガイモ入れて、ちょっと食べたんですけど、美味しかったです。じゃがいもは。うん。ちょっともう、今年は、バカみたいに、じゃがいもを集め、とりあえずは第1回締め切りで、ね、一応当選してるんで、連続記録は更新しつつも、そんなバカみたいな、ちょっとやめようみたいな。だって、じゃがいもが、芽が出てきて、やっべ、みたいな。明らかに美味しくないもんだって。もう、じゃがいもね、12月の末ぐらいになると、もう食べきれないからどなたかにあげますって言って、送料1万円ぐらいかけて、10人ぐらいの方にお送りして、あげたりとかもして、あと、自分の、触れ合う人にあげたりとか、まあ、普通に直に会える人、とかだと送料かかんないんでどうぞみたいな感じでお裾分けしたりとか、するんですけれども、それでも食べきれないからね。もうなんか圧倒的にジャガイモそんなに食べないっていうさ感じなんで、ちょっと積極的にもこのちょっと食べていこうかなと。で、ポロシリって書いてあったからどんな味なんだろうと思って、まあ割とホクホククラッシュする系で、まあ良かっ
ったかな。うん、まあ普段が悪いんだよ、いつも。カルビー大収穫祭のその、なん、ろくに食べず、なこの時期はね、特にね、クリスマスケーキ検証で外に出るから、家でご飯作らないでも、どっかで食っちゃえみたいな感じになっちゃったりとかするじゃん。なかなかダメなんだよ、マジに。うん、それをちょっとね、あの、バランスよくこう、いこうかなと、うん、思ってます。はい。で、こちらもさっきからずっとこの画面で気になってるぞ、中見せろよって。はい、ドール。わかりました。シリコンパイン容器ってなんだよ。私、ぬいぐるみが欲しかったの、あの。うわ、なにこれ。あー、え、こんなの、え、こんなのわざわざ。え、このリアクションほんとマジごめんなさい。え、これなんかのさ、ドリンクのさ、景品でなかったこれ。いや、それよりもちょっとなんかあの、いかつい感じでございますよ。え、でもなんかドリンクでこれ、ドリンクかってこう、こういうの、何個かもらったような気がするな。今、チビスケの薬入れになってるけど。なんだこれ。パイン保存容器って、パインを入れるわけじゃないの。ん？すんげー軽いなと思ったんだよ。あ、一回開けたらなんかこの、これがちょっと、ビローってなっちゃうのね。私、綺麗に開けたいタイプなのに。え？なんだこれ。これパイン入れるの？パインなんか、パインを保存するの？ドール。なんかパイン入れんの？お、おな、気持ち悪い。開け方が。なんかわかる？わかるくん気持ち悪いって。気持ち悪い。なんかあの、なんだろう。この中に、アイスっていうかあの、氷入れて、氷、ちっちゃい氷枕みたいな。そんな感じだよ、これ。あ、なんか一応ここなんかスケールがついている。なんかでも髪の毛とかがさ、すげえなんかここに水を、あの鳥の羽とかうずらの羽とかがすげえなんか来そうな、うん、なんか当たりました、イエーイ。だから何なんだよって、何なんだよって。当たり前。あとだ、あの、コアラ。もうさ、それで、498円とかの時に、もう、テンパって近くに置いてあるさ、レジの近くにある、まあ、比較的、安いやつって言ったらさ、もう間に合わないじゃん、もう。へって取ってこれ買っちゃった。欲しいとか欲しくないとかじゃなくて、レジのすぐ横に目ついて、100円ぐらい、のものしかないじゃん、最安値のさ、それも、もやしとか、安いやつが目の前にね、498円だからもう、500円超えればいいってやつだったらもう、ああ、計算しくじったんだ、みたいな。なんかさ、レジでさ、勝手にもうさ、すでに、あの、値引きかなんかがされてる。なんか、確かおかしいな、500円超えるはずなのよ、なえみたいな。なんか、勝手に値引きされてるもん。あの、私、夜行くんで、スーパーが、自分たちの事情で、都合でね、高くなってらそら文句が出るか、可能性もあるかもしれないんですけど、翌日のさ、値段でさ、安くなる場合があるのよ。稲毛屋とかなんか、なんでここ表示されてる値段と、会計するときと、この値段違うんだよ、みたいな。あの、予想、だ別に高い分には私は文句言わないんだよ。レジシートがさ、高くなって500、それがね、498円じゃなくて、580円とか言われたら全然なんか苦労しないわけよ。500円超えた。よっしゃってなるんだけど、498とか言われるとマジ、みたいな、テンパるんだよ。で、結局これ、100円ぐらいでしょ？で、結局これをプラスで追加すると、580円とかになるわけですよ。値段じゃないんですよって言って、昨日の値段が安いから今日
違うの。今日の値段が安いから私はこれを返品して買い直したいって言ってるわけじゃなくて、498円がとてもとても気に入らないので、買い直したいって言ってるわけですよ、みたいなのを説明しても理解してもらえなくてさ、もうなんか泣えそうになりながら、またも買ったりさ、人でさ、いや、だから懸賞当たるんだよ、あそこの店はさ、そういうやつ競馬がいないから、競馬がいっぱいいて年中そういう対応してるような店はね、慣れてるからね、当たんねえんだよ。そのうちなんかさ、競馬がいっぱい来すぎて、返品なの返金なのさ、いろいろなんかめんどくせえことが多すぎると、西国万円みたいな、東武スター西国万円みたいに、検証対象商品の、返品交換は一切行いませんみたいな張り紙になってくるんだよ。だから私もあんま目立つように文句は言いたくないんだけどさ、498円は悔しかった。で、なんとかならんもんかと。でも、欲しくもないので買ってるのにって、ついポロって言ったら、あ、じゃあいいですよ、今回だけは、みたいな感じで。いや、私ね、もうその、商品をお返しするっていう感じじゃない。生鮮品はお返しできないっていうのは分かってるんで、別に、いいんですけど、一品、これを、プラスして、打ち直してほしいだけなんです、みたいな感じでお願いしたら、今回だけ OK ですって言われて、やった、みたいな、その500円で、やったって思ったけど、あ、ちょっとしばらくこの店来れねえな、悪目立ちしちゃったな、みたいな感じで、ちょっとね、思ったりしました。うん、はい。もう、この対応がクソみたいな対応しかしない店は、もう、ほとんど行かない。やだもん。しくじった時にな、なんかその、リカバリーもできない店、やだなって思うもん。あと、検証はがきをサービスカウンターでお願いして、ちゃんと控えてるくせに、もう二度と、電話二度とかかってこねえみたいな。俺お願いしたんだけど、みたいな。こっちもさ、100% さ、信用してるわけじゃないから、何件かの店にさ、声をかけるわけよ。で、一応連絡来たら、何件かあって、もう持ってます、いりませんっていうことはしないで、はがき届きましたよって言われて、いやもう、ね、3個の店に声かけて、もうさっきもらったからいいですって思いながらも、ありがとうございます。なるべく早くに、行かせていただきますので、よろしくお願いします。みたいな感じで3日以内ぐらいに行くわけですよ。ギリはちゃんと通すわけですよ。なのにもかかわらず、もう、人が手配してくださいって言ってさ、じゃなんか品物オーダーしたみたいな、紙書いてるくせに、電話すらかかってこないっていうさ、不誠実な店っていうんですか？なるんです。感じは良かったんだよ。対応してくれるっぽくてね。はい、わかりました。手配させていただきます。みたいな紙まで書いてさ、くれればさ、感じいいなって思うじゃん。絶対電話かかってこないみたいな。不誠実なお店もあるでございます。二度と行きません。あとは、検証においてですね、当たったみたいな感じの成功体験のあるお店は、お礼参りみたいな感じでですね、行ったりとかしますね。それで、お礼参りで、こう、何回も行ってると、わらしべ長者みたいな感じの状況になって、今に至るのがスーパーアルプスですね。いや、ほんと、なんかの時に、なんかの時に、多分、家具の、対象動画なんかが、八王子かなんかが多分本社だと思うんですね。で、自分の、こう、オーダーっていうか、なんか気に入ったやつが、八王子にしか、みたいな感じの時に、あったスーパーで、なんか、つい、その変わったスーパーがあると行くじゃん？行ったら検証見るじゃん？応募しちゃうじゃん？みたいな、軽くポイントカード持たず、初見のスーパーなんてポイントカードなんか作らないから、作らないって、でもポイントカードがタダだったら作ってもいいかな、みたいな。100円ぐらいだったらいいんだけど、もうハードル高いやつあるでしょ？なんかポイントカード。東急しばらく私、ポイントカードとか作らなかったもん。東急は、クレジットカードみたいになってる、やつだったから、しばらく作って、らなかったもん。1年ぐらい作ってなかったし、小田急ポイントカードもなんかよくわかんないか作ってないんだけど、でもクレジットカードが漏れなくついてるやつ作って、小田急はなんか小田急はなんかね、小田急は年会費がかかるんだよ。18,000円ぐらい。なんか
かかるやつ。なんかと一体型になってるやつ。で、年会費かかるカードでも、別になんか、この年会費を削って削って、保険も削って何も削ってとかってやるのは、もう最後の最後の最後で、金が回らない、生活がってなったら見直せばいいだけの問題で、あんまなんか見直しまくると、サービスが行き届かなくて、最近知ったんだけど、すっごい保険マニアで、いろんな保険入ってたら、入ってるんですよ。保険料めっちゃ高いんだよ。毎月とかのいろんな保険に入ってるから、それこそアニコム保険とかも入ってるたわけじゃん。で、知らなかったんだけど、私さ、その保険の中に弁護士保険も入ってる保険だったんだよ。自分のトータルでやってる。なんか、えらい、月4万ぐらい払ってる保険のさ、あれでさ、なんかトータルパックみたいなやつ。の中に弁護士保険が入ってて、私弁護士保険、プラスアルファで弁護士保険、味方保険とかいうやつ、なんか月8000円ぐらいかなぐらい払ってるのに、もうその完璧パックに入ってたみたいな。もうそれ、もう結構昔から入ってたっていうのは知らなかったから、びっくりしましたよ。あと、これって、二重に払ってる、っていうのは保険っていうのは二重に払ったらどうなるんですかって言ったら、こちらの保険、どっちかの保険がここまでみたいな限度があった時にもう一個保険が入ってて、こっちの方が強い保険だったら、まあこっちが8割出しますっていうんで、こっちが全額保証できますみたいなパックだったら、8割こっちに出してもらって残りのカバーみたいな、なんかそれなんか保険会社でいろいろ決めるらしいですわ。なんか例えば怪我したりとか、たまに最近なんか雨の日にずっこけて整形外科に通ったりとかする時も、なんか何個か保険入ってたりとかすると、こっちの保険でカバーできてない部分をこっちでカバーするみたいな感じで、重複して2個はもらえないけど、カバーできてない部分をカバーしますよ。でもこっちのカバーしてる方だけでこう行くことできるんですか、できますとか言われて、じゃあ こいつ必要ないじゃないですか。まあそれはその方のお考えだと思うので、とかって言われて、あ、そういうので保険見直し本舗ってあるんだみたいなのを最近知りましたよ。最近なんかとりあえずちょっと見直せばいいんだなっていうのはちょっと思いましたけど、あんまりカツカツに見直すと、もうあんまり良くはないよって思いますわ。クレジットカードとかも全部年間の、0円のクレジットカードをって、ドケチなやつっているじゃん。年会費0円、全部0円、0円、0円。で、0円は0円なりに保証とかなんもないから。だから、アマゾンとかのアマゾンプライムがすごい値上げして、ぐっと高くなったけど、高くなった分、プライムは快適になってんのよ。サービス。だからそのサービス料として、毎月のその会費を払っても、よしと考えられるか否かっていうところが、もう本当に額面だけ節約すれば満足な人と、トータルで考えられる人との差ですよ、みたいな感じ。まあもちろん生活に余力がなかったら、そういう大きい括りで見られないから、まあ結局、出せるものがない人はもうしゃあないやん、みたいな部分はあるんですけどね。あるんですけどね。でもさ、ってところですよ。で、こちらの、箱、先ほどからこう気になってる方いらっしゃると思うんですが、私なんだかんだで結局ダラダラと喋って、今日はもうこの開封してさっさと終わろうと思ったら、また喋っちって。あ、こちらはですね、お米が届き始めまして、最近。お米が届き始めまして、私こんな感じなんで、お米検証参戦できません。悔しいよ。でも悔しいけど、自分の持ってる知識、検証における知識は、もうこう、お伝えして、皆さんを当選に、いかに考え方を、この間も、ライブで言いましたけど、私は割と、
買ってるお米、買うんだったらこのお米みたいなものがございましてですね、検証が結構新米が出てきてるんで、各まあ大体お米って販売するその販売するあの権利みたいなのを保有してるところが決まってるんで、全農農協みたいなところと、あと新名だっけな、なんかあととかっていう会社、今 LINE かなんかでな、マツコデラックスのやつ、あれなんだったっけ、なんかあマツコのやつ、大体農協かそこかみたいな、あの米売るところっていう、あのもうね、もう日本はそういうなんか癒着ありきなんで、農協めっちゃ強いんで、なんかあの農協とか息のかかってるあのその系列みたいな感じのところしかないので、まああそこはね、割と検証が、その個人情報の管理とかが、検証のキャンペーン事務局、専門のキャンペーン事務局じゃなかったりとかするんで、結構ね、緩いので、一回当たってもまた当たる、当たりは当たりみたいな感じで送ってくださって、でかつ、なんかハガキで送ってくださいみたいなやつとかは、意外とコメント見てたりとかするんで、検証のその、今、なかなかね、私あんまり一回でわかりますみたいな、なんか、あんじゃん、こう、バーコードをこう入れて、その場で当たりがわかりますみたいな、一瞬でわかっちゃうやつ、あんま好きじゃないんですけど、ね、伊藤園のやつとかもさ、あったじゃん、なんかピカチュウのなんか、なんだろうあれは。ピカチュウとイーブイのなんかあったじゃん。あれなんか、ポイント貯めて抽選してすぐ、当落がわかるみたいなやつ、あれあんまり好きじゃないんですけど、お米のやつでもシリアル番号を入れてすぐわかるみたいなやつとかよりは、なんかレシート貼ったりマーク貼ったりとかして、なんかご意見なんとかとか書いてあるやつとかが結構好きだったりとかするんですけど、なんかそれで、あ、この検証はって思うやつは大体なんか買って、お米なんてさ1個ぐらいしか買えないでしょ、一個ぐらい。そんなにいっぱいパンパン買えるわけではないので、応募してる数と当選してる数で、勝率がすごい高いな、お米は、みたいな。だから、こんだけお米がこう、まあでも米の検証とかも当たったりとかするからな、米な、米食いよ、みたいな。いやー、最近まあ食べるようにはなったんだよ。それでも、でも1ヶ月に4キロ5キロはちょっと無理かなみたいな、もうちょっと消費量が増えれば、検証に参加できるのにみたいな、なんかこの物価が上がってさ、何が買えないとか、もやしが40円になったなんて、ガソリン代が200円超えましたとか、そういうのとはまた別のさ考えなんだよな。食い物がとにかく家に余ってて、これなんとかしなきゃ、なんかさ、子供のおやつはこうやって手作りで、つう前にさ、去年のポテトチップス、カルビーの当たったやつのさ、味付いてないポテトチップスみたいなやつと、なんか昆布みたいなやつのポテトチップスのやつとか、まだあんもん、そこに。やべえんだよ、まあ、マジに。なんと、JA 石川からいただいたトマトカレーとか山になっててやべえなっていう、そこに見えないようにバリアしてますけど、で米をね、口でずっとさ言ってたじゃん、米一番先に届くのが10月10日に、アマナ進めるってる、もうね、進め始めて2年経ってるんで、アマナ、一番先に米届くんで、これいいですよって言ってて、どんなのが届いてるんですか？あ、単純に、こっちは、ちびすけ様。こっちはちびすけ様、真剣者お父様。真剣者お父様。開けてみます。これね、第一番先に来るっていうのは実にありがたくて、
まあ、さすが私でもですね、結構カバヌシ優待で米とか、米を引き換えられるとか、お米券とかっていうのは結構多いんですよ。なんでお米にするかっていうと、金であれすると税金の関係が発生してきちゃうんで、米みたいな感じにお金にクックしたりとかしてるっていうような感じだと思うんですが、思うだけかよって。このアマナという会社はですね、今株価いくらのもずっと放置の会社なんですけど、株価をずっと見てない。もう放置してるまんま、あ、もうむちゃくちゃ、むちゃくちゃお買い得じゃないですか、これ。12月末ですよ、権利が。12月末で、これこれ、ヤフーファイナンスで見ていただけるとですね、この、アマナというちょっと会社があるじゃないですか。12月末、権利。で、100株で、ここ、北海道、東川町産の新米、保有期間1年以上、1年未満、1年未満が2キロ、1年以上が4キロ、3年以上が6キロ。だこれ、実質だ、ここ100株以上ですよ。100株っていうのは、今株価が294円でございますんで、かける100、29,400 円投資すると、まあ、米がですね、1年未満の人は2キロ。まあ、大したことないじゃんと思うでしょ？でも、1年以上4キロ、3年以上6キロですよ。うん。はい。で、一番先に届くっていうね。で、この東川、川さん、7つ星。これ2個入ってるんで、こっちがね、結構面白くて、キタクリンって書いてあるね。キタクリン。カタクリン。うちの、ちょっと箱邪魔する。キタクリン。七つ星、キタクリン。そうすると、じゃあさ、3年以上保有してるやつはどうなんざましょうかみたいな。3年もって、もう、株価がだだ下がってたら、このなんか米よりも、なんかそんな、だだ下がってる方を問題視しろよ、みたいな感じになるけど、290、お買い得ですよ、お買い得でしょ。29,000いくらで、このなんかもう、10万とかさ、50万ぐらい使わないと、お品物がもらえないような株は、よう勧めできませんけど、こんなん、29,000円で、3年以上持ってたら6キロもらえるんですよ。お得でしょう。よいしょ。重いんだよ。さっきのドールと。で、こっちのさ、3年以上の方は、じゃあ何？キタクリン、カタクリン出てくんのみたいな感じで、ちょっと期待しちゃうんだけど、いや、単純になんかキタクリンは1個で、キタクリンは1個で、七つ星が2個になるっていう、単純に。いや、もうすでに食えねえだろう、もう。これ、いや、だから1ヶ月に4キロ食うとしたらこれ、もう、これでいいわけですよ。でも、もう、飽和状態でございますよ。で、今はどうなったかわかんないですけれども、意外とね、岡山のお米は、意外と、ね、リーズナブルでいいんですよ。なので、もう、ふるさと納税かなんかだと、総社市が米をくださいますんで、もしお米を買いに行くのが大変とか、まあでも私のね、これは聞いてる方は、ケーマーなんで、ケーマーの方、もう米の懸賞むっちゃ当たるんで、米こんなね、もらってる場合じゃないんだよ。結構ケーマーの方で、株主系、投資とかもやってる方とかもいるんですけど、まあ、豆な人が向いてるわけなんで、大雑把なやつは向いてないんですけど、豆のやつで、結構研修と
株主なんちゃらとやってる人って結構多かったりとかするんですよ。ただの時計じゃなくて広い視野で見える人、あとスーパーとか物とかちょっと日常で触れ合うものに興味がある人とかで多いですよ。ドケチは無理だよ。大雑把なドケチみたいなやつは無理だよ。あと、株主なんちゃらでゴミ屋敷になってる人は、検証なんかね、とんでもないですよ。検証でもゴミ、株主優待でもゴミ、あそこに置くのゴミ屋敷みたいな感じになるわけじゃん。それはちょっとそういう感じの方は向かないですけれども、基本的には、検証やってて米、株主優待で米っていうのは基本で、で、もうここぐらいから、見境なくいろいろ取っていくとですね、米、嬉しいみたいな。最初はね、それはね、子供がちっちゃい時に米買いに行くのがめんどくさいとか大変とか言って、あ、じゃあお米の株主優待でもらえる銘柄いいかもみたいな感じで、ちょっと知ってる会社、あ、いいかもみたいな感じで買ってると、なんかもう年間200キロぐらい米来るわけですよ。でも200キロ来たところで、今、4キロしか食わない家が、今だよ。今、子供が若干食うようになってきて4キロの消費です、みたいな家庭は年間何キロ食いますかって。年間、頑張って食っても50キロなんですよ。だけど、ま、もう、いろいろ、米をくれるところを、こう保有したりとかすると、マックス200キロぐらいね、米、集まっちゃうんですよ。200キロって言ったら、年間50キロだったら4年分じゃもう食えないのよ。で、一応伝説にするために全部取っといて、ま、日々食べながらも米を取っといて140キロぐらい米袋を集めて、うわーとかしてやったことあるんですけど、そこから先が大変だった。もう小前になってるから1年経っちゃうと、140キロ溜まった段階でうわーってこうね、アップした時には、1年前の米になってるから、誰かに差し上げるってこともできず、そう140キロひたすらだから、物は大事にお米は大事だよみたいな感じで食わなきゃいけないから、新しい米が届くやつを人にあげて、自分のところにある140キロを食うっていうのをやってたんだよ。あれがなんかもう、まあ、その時はまだチビスケは、まだご飯食べれないから、ご飯食べれるようになるのに1歳ぐらいになってからじゃん。だ、やつにはちゃんとしたものをあげて、その、ね、結構、大変な、あの時期ですよ。あの時期。米の、劣化した米を、美味しくないねとか言いながら食べてたことを未だになんかの話になると、米な、あの時米大事にやったよねみたいな。いや、もう今ご利用は計画的にだよ。今は割と亡くなったら声かけて、なんかその保有してるポイントを米にしてくれるところとか、券を引き換えてくれるところとか、そういうところで、ずっと買わずに生活はできるんだけど、でも懸賞に応募したいわけですよ。米の懸賞当たるから。だから、どうしてるかっていうと、こうやって新米でまだ新しいですよの段階でも、子供食堂をやりたいので、みたいな、そういうなんか、志のある人を見つけて、寄付します、みたいな感じ。結構喜ばれたりとかするので、もう、いくらあったとしても、菓子とかが豊富にあったとしても、なんか、施設とかに寄付したりとかすると、その分予算が、浮いた分、上の人が着服するみたいな話をね、聞いてからは、一切なんかそういう施設とかには渡したりとかしないんですけど、子供食堂やってますよ、みたいな。だから施設に限らない、福祉のなんかサービスみたいにやってるところとか、あとフードドライブとかが浸透してきて、すごくなんかね、いいなって思って、賞味期限があるない関係なく、食べきれないものをこの中に入れてくれたら、その担当の方が、こう、見て仕分けて、適材に割り振りますよ、みたいなのが、結構特に、横
横浜よりも川崎の方が公共施設のところにあの箱あったりとか、あとスーパーのところに箱とかあったりとか、八王子のスーパーアルプスとかにも箱があったりとかして、なんか結構お菓子みたいなやつとか、なんかちょっと不思議なものが中に入ってたりとかするんで、あ、こんなんでもいいんだみたいな、うん、感じで、あの、一番だから株主なんちゃらとかでさ、そのオリジナルなやつとかが、オリジナルラーメンみたいなやつとか食べたくないけど食べれるんですけど、これどうしたらいいんですかみたいなやつとかは、まあなんかいいかなみたいな、どうしたらいいのこれみたいな、ラーメンみたいなやつとか、うん、どことは言いませんが、これはちょっとマジにおすすめしときたいと思いますんで、ぜひ、あの、12月末って書いてあるんで、もう、あの、ぜひ、で、せっかく、結構ね、あの、検証がね、今、種をまいてる時期なので、あんま毎日、皆さん毎日当たってんのかな？周りの状況が全く読めないんで、どうなんかわかんないんですけど、私今んところなんか、ちょぼちょぼと、昨日はタニタの体組成系が当たって、今日はドールの、これ、しょぼいのはなんだろう、ね、いろいろなんかあるけど、とりあえず、当たった、やった、ありがとうございますって思ってるわけですよ、一応ね。思ってんのかよ、うん。何も来ないの。すごく、使い方によってはこれなんかむちゃくちゃもう毛がついてるよ、もう目の毛が、なんかこの肌触りの触り感がすごいなんかちょっと嫌なんだけど、わかります？これなんかマジドリンクでなんかこうあったような気がするんで、それわかる方いたら、これにアメちゃん入れればいいじゃんって。アメちゃんはね、ジップロックが一番いいんだよ、うん、で、これは魚沼さん講師したんですよ、これ。これは、これは最高級のお米です。コシヒカリみたいな。なんで。そうな、コシヒカリってこういう字なんですねみたいな、これはもう南魚沼産コシヒカリなので、精米したてですよ、これ精米日、ちょっと見えます、精米日、あ、重い、ここ10月10日。5年10月10日。見える。無理。これは、あの、むちゃくちゃ、いいお米です。うん、でもね、年を重ねてきて、米、いいお米は美味しいねって言って食べちゃうから良くないんだよ、マジに米。でもまあね、ちょっとうちにはあのちびすけっていうのがいるんで、ちびすけにですね、米をちょっといっぱい食べさせて、なんとしてでも、いやでもな、私自体なんかな、身長が高くてコンプレックスで悩んでた方なんで、子供の小さい方が可愛いじゃないのって思ってたんですけど、アスリートはやっぱりね、1センチでも身長高い方が有利なんでね、180とかさ、もうね、180センチ身長があったら、そんなになんかこう、なんていうのかな、あの、イケメンなさ、目鼻立ちが整ってイケメンですみたいな感じの顔じゃなくてもかっこよく見えるんで、マジに。だんだん、ジャニーズってなんで、あの、顔がすっごい整ってて、あんま身長高くないんだろうって疑問に思ってたのが、
最近すっごいなんか、ま、毎日あれやってんでしょ？テレビ見てないから全然わかってないんですけど、でもなんかこう、そのニュースなんちゃらとかいうのが、だ昨日、そうだよ。なんか、たまたま上がってきたジャニーズ事務所記者会見みたいなやつを、そのまんまなんかかけっぱで見ちゃったがゆえに、ニュースエブリィのなんちゃらっていうのが関連で出てくんだよ。ガン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 。今までだってさ、出てこなかったの、なんで俺が出てくんだろうみたいな。なんでだろうみたいな。そっか、あの、ジャニーズのなんとかのあれを見て、あれもえげつない問題だなって、いろいろなね、なんかあの、未成年っていうの？青少年とかを取り扱ういろいろな、あの、ところから、どんどん、なんかこういう実態が、表に出て、海が出て、正してもらえばいいですよ。全くそんなの知らなかったですっていう話でもなかったんで、私なんかからすると。ただ、ジャニーズだけじゃなくて、本当になんか親から子供を預かって悪いことしてるところとか多いんで、本当に、それで、あの子供が親にあのちょうど思春期とか反抗期とかで逐一いろんな嫌なこととか悩みとかを言うような感じじゃないから好き勝手してるとか、あと小さい子供だから言えないからなんかあの裏でなんかやるとかね、そういうのがね多いんでね、そういうのとかももう全部こうめくれていけばいいと思いますよ。正しく、もう気持ち悪いもん本当に、いろんな面で。親父が若い女の子とか、まあ若い女の子が親父にトラップを仕掛けるとかっていうのもあるんでしょうけど、でも逆のパターンってもう気持ち悪いじゃん。まあもう本当にそういうのも全て我慢してどうのだよとかって言うんじゃなくて、なんかなんかこうさ、ギブアンドテイクでなんかそういうのでなんかこう知名度が上がってどうのとかだったらまだいいけどさ、それなんかもう施設みたいなやつでさ、親からさ子供引き離しといて、なんかそういうなんかいかがわしいことをやったりとかいじめたりとか、そういうあれとかもものすごく最近出てきてるんで、あれは多分もう人へにスマホを子供たちが持ち始めて、何でも証拠保全できるから、あのもう表に出てるんだなって私は思ってはいるんですけど、あの大事だよマジに、あのいろいろ世の中が良くなっていけばいいなと思いつつ、まあ今日はですね、本当になんかあの検証休息日っていうのかな、まあでも検証で買って満足じゃないんで、その後しっかり応募していかないとダメなので、で、たまにはこう、休息日をあれして、振り返って戦略を立てる、見直すっていうのも必要で、あと私がやりたいのは、なんだろう、数を、なんかこうさ、タワーにして、子供横に立たして、あれ、もうあれ、もう、自分でさ、インスタかなんかで、あの、対抗してさ、あの、タワーにしてさ、子供を横に立たして、あの、箱ぶっ壊すのは、自分の中で、もうこれナンセンスですよっていうのをね、イメージしてやってはいたので、だって、その、全貌の裏側みたいなやつを、とか、あと、個数を競うんじゃないよみたいな、どれだけ、経済的に当てるかっていうのを求めている人に対して、ちゃんとやろうよみたいな部分はあるんです。ぶっ壊すみたいなやつ、あのタワーにしてぶっ壊すみたいな、あのわかります、あのインスタで多分なんかカルビー大収穫祭でなんかもうドバーってこうタワーにして、あとクリスマスケーキタワーにしてチビスケ横にして、こうなんかスケボーかなんかパーって箱ぶっ壊すやつ、あれもぶっ壊す、もうタワーのあの自慢をぶっ壊すみたいなイメージで、あのタワーにしてやったんですけど、やろうと思えばできるよ。でもそれに対して費用対効果どうなのみたいなところをさ、まあ思ってるわけですよ。
で、コメントがですね、YouTube に女王がコメントをくれまして、女王は今年肝臓のコレステロールの、なんだ、数値に引っかかってケーキ当たっても食えませんでしょって。だからケーキは健康に良くないから、良くない。だってケーキ何でできてるんですか？油でしょ？油っていうかバターでしょ？生クリームが、なんていうの、砂糖と、非常に健康に良くないんですよ、ケーキって。だから、食べれませんって。もう女王が、2年ぐらい前にもう私は徐々に引退ですみたいな、その検証の、その、なんだろう、あれには参加。なんかクリスマスケーキと当てる方法とか当てる技とか技術とか分かってるんだけど、そんな数当ててももう食べれないんで、ご利用は計画的にみたいな感じで制御してますみたいな感じで言っておられましたから、で私はまあ一回そのそういうなんか限界みたいな、まあ限界って言われてもなんかな、22個で限界って言ってもまああれもあれでやってみて限界って、もう人数がね、大家族だったらね、子供が10人ぐらいいたらね、ヘルもないような気もするんですが、でも子供10人いたら検証に向き合いますかって、向き合えねえよ。だってさ、軽自動車じゃないからとりあえず、まあ、3人ぐらいって言ったって子供が3人ぐらいだったら、あ、ちょっと待ってみ、車って何人乗れんだ、後ろに3人前に1人で4人子供乗せて、あれか、トランクに入れれば買い物したの言って、いやでも無理だろう、子供4人いたら、子供4人引き連れて買い物は無理だろう、一人でも結構きついのに、いや無理だろう、いや無理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 、うん、で、あとなんか多分これね、社長だと思うんだよ、なんか出てない、何も出てないけど、私も OK のカートあまり好きではありませんが、分かっていただけて嬉しいですよ。だと久しぶりに見に来ました。これ誰っていうのが女王以外よく分かってないっていうところがすごく、なんか表示されるあれがさ、アルファベットのあれなんでよく分かってないんですけど、コメントいただけましたらですね、全部お返しはしているので、うん、はい、はい、で、あとはなるべくブログを書いて、その時に思ったことをですね、有言実行で検証、一緒にこうやって、ね、あの時に私応募するって言ったじゃん、あの時のあれが当たりましたよみたいな、それを伝えていきたいかなみたいな。うん、角にさ、何枚も何枚も何枚も何枚、すっごい人いるじゃん。私が知ってる、なんかバーモントカレーだっけな、なんかをすげえ大人買いして、大量に出して、その、なんかを当てるみたいな。で、協力してくれませんかって言われた。ことあったもん。検証で SNS とかってやってて、ある程度コメントでラリーしてた方で、どうしてもそれやってたいから、なんとかってやってたもん。マジに。なんかのライブのチケット、多分ハウスのバーモントカレーだったような気がするから、ジャニーズのチケットだったのかな。何だったかは覚えてないんだけど、こう、やりとりしてる、方だったんで、で、あなたの名前で応募したいと思って、当たったらこう教えてくださいみたいな。いや、なんかそれって、言った言わないとかのトラブルになったら嫌だから、ちょっとそれはちょっと嫌ですみたいな感じで。珍しく断ったことがあるんで、私意外と、ノーと言えない日本人の典型なんで、結構頼まれたら断れないタイプなんですけど、なんかそれはちょっと嫌だな、トラブルになるなと思って、お断りしましたっていう感じです。あと、よく出てた、ここによく来てたひき肉、あいつオスでした。なんかだんだんなんか
なんだろう、あんな避難時はさ、あんなチーチーとかブーブー、一瞬たりとも私のさ、近くから離れなかったあいつがだよ。結構茶色になってきちゃってさ、立派なさ、オスになっちゃってきてさ、ちょっとマジに、今別にこう離れてても全然平気みたいな、俺一人で快適みたいな感じになっちゃって、ちょっとつまんないんですよ。あと、カタクリンファミリーの、3匹。右足パンダ、イソギンチャク。あの3匹はメス。まあ、今回4羽帰った中の、まあ、オス1羽だったっていう。もう良かったですよ。うん、4羽のうちの半数以上、まあ、22かなぐらいに思ってたのが、半数以上メスっていう。やったみたいな。でもね、一番愛してやまなかったひき肉が、オスだったみたいな。申し訳ない。俺はオスだっていうのをなんかこうやってひき肉なんで、ひき肉ですひき肉ですひき肉です申し訳ねえ。俺はオスだって言って、ね、チビスケと一緒に掃除しながら遊びました。っていうことでですね、本日もご視聴ありがとうございました。